私の出番じゃなさそうね。いや、ちょうどいいところに来た。システム時間23時47分15秒。時間通りだ、カフカ。エリオが見る未来に間違いはないわ。さっきの爆発は何かしら？あれも彼の脚本に含まれているの？うん。システム時間23時44分59秒。爆発による衝撃波でメイン制御システムの大部分がダウンと書いてある。君がやったの？半物質レギウンがやった。奴らはシステムにおける2時間前に宇宙ステーションに侵入した。私たちはレギオンと交戦するかしら？わからない。エリオは何も言ってない。重要なことではないみたい。了解。じゃあここからの行動は私が引き継ぐわ。了解。今度こそ私を楽しませてくれる？ここまでの行動は本当に退屈だった。ごめんね。今日の任務はすごく退屈なの。ただ目標を入れるだけだから。でも楽しみを見出したいのなら邪魔はしないわ。だってエリオの脚本にないものはどうだっていいもの。一瞬よ。痛くないわ。これはヘルターかしら？うん。若いのね。前琥珀期の時点ですでに有名だったわよね。もう100歳は超えてるんじゃないかしら。彼女は天才クラブのメンバーだ。その上知恵のヌースの司令でもある。不老不死なんて造作もないんじゃない？私の記憶によればクラブの歴史に名を残した80数名のうち大半は天寿を全うしてたけど、そういえば数日しか生きることができなかったやつもいたわよね。名前覚えてる？そう。でも珍しいことでもない。ゲームに登場する化け物なんかも不老不死とか言ってすぐ主人公にやられてるし、長生きがいいこととは限らないでしょ。長生きがいいこととは限らないなんて、同盟のことを言ってるの？半物質レギオンっていつの間にこんなに弱くなったのかしら。私が引き寄せられる兵力はこれだけ。あなたもここがレギオンの主力に狙われるのはごめんでしょ。こんな奴らじゃ列車の連中を食い止めるのは無理ね。安心して、終末獣も一匹来てるから。やっ。呼吸するその感覚覚えておいて。you
素晴らしい時はやがて過ぎ去る。お別れの時間よ。後始末は私の仕事じゃない。そうでしょ、カッカ。もういいじゃない。で、さっきのはどこにやったの、銀狼？座標は適当に決めた。こだわりはない。あのボイドレンジャーの行く先が気になるの？全然気にしてないわ。ただ何回見ても君のやり方って不思議だなって思っただけよ。現実データを修正しているだけ。言及する価値はない。さっきから何を見てるの？そんなに面白いのかしら。私にも見せてちょうだい。ヘルタのおもちゃ、宇宙ステーションに収集してある器物のリスト。興味深いものがたくさんある。例えば？この銃は照準に入った生物に0から100まで点数をつけることができる。それのどこが興味深いのよ。自分の点数が気にならない？私はかなり知りたい。そう、じゃあ道中見つけたら試してみましょう。目標地点はどこかしら？左の扉の奥の通路を進むと何らかの器物が置かれた部屋がある。性格はそこにあるの？それが性格がどこにあるか教えてくれる。役に立たない刑事ね。知恵の従者たちは何を考えているのやら。はっ。ようこそ、ようこそ。この先は宇宙ステーションの中心エリアだ。反物質レギオンのボイドレンジャーがたくさんいるはず。そう。皆殺しにしてあげる。敵がリポッポした。ガツンと来るやつで行こう。バトル体験を改善しないと。このスピードで？遅すぎる。
止まって、前に何かいるわ。どうやら待ち伏せされていたのは私たちみたい。でも残念なことに囲まれたのは彼らね。こんなすぐ餌にかかるなんてね。痛くないわ。素晴らしい時はやがて過ぎ去る。お別れの時間よ。誰もいないわ。ちゃんと避難したのね。ヘルタが自ら指示したのかしら。訪問ログを見るとこの女は半年間ここに来ていない。避難作業は彼女の代理アスターという人が指揮したみたい。聞いたことない名前ね。あ、確かエリオは私たちがヘルタに会うことはないって言っていたわ。ということは本当にここにはいないみたいね。性格はどこ？エリオの脚本に性格の具体的な位置は書かれてない。つまり彼の見た未来で。私たちは物理的な移動手段で性格を見つけるわけじゃない。この宇宙ステーションには信じられないようなものが多くあるから、そういった奇物があってもおかしくはない。奇物で奇物を隠す。確かにあの女がやりそうなことね。で、ずっとリストを見てるけど、手がかりは見つけたのよね。必要な手がかりは全て揃っている。あとはちょっとしたテクニックを駆使するだけ。部屋にある端末設備を調べて、そこに奇物があるかもしれない。分かったわ。君のパフォーマンスを見せてもらうわね。え、どうするつもり？君の案を聞かせてもらおうかしら。監視システムをハッキングする。なるほどね。ヘルタの収集品はシステムから独立している。つまり影響を受けなかったところがターゲットってわけね。シンプルだけど効果はある。ほら見つけた。これは奇物ナンバー211ブラインドゾーン。簡単な光の屈折によりエリア内の物体を視認しにくくするけど、他の物体が目立たなくなった途端その姿は浮き彫りになる。ヘルタってば、こんなチャチなおもちゃを使って自分のお宝を隠してるの？簡単なトリックほど見破りにくい。私たちのモットーでもあるでしょ。また変なものが増えたね。普通のホログラフィーに見えるけど殻に覆われている。通ってみましょう。大丈夫、
こんなところで倒れるなんてことないから。へえ、さすが天才クラブのメンバーってところかしら。独立した防御システムがある。どうやらヘルタにとって性格は一般的な収集品とは違うみたい。取り出せる？もちろん。ヘルタが天才だとしてもハッカーの領域では私にかなわない。さすがね。じゃあ媒体の準備も任せるわ。媒体の準備ができた。あなたが決めて。エリオが言っていたわ。この選択は多くの変化をもたらすって。エリオはこの選択を下すのはあなたでないといけないとも言っていた。彼女に新しい名前をつける？そうね。これでいいわ。どれぐらい記憶が残ってるの彼女。少なくともあなたのことは覚えてる。お目覚めの時間よ。よかった、私を覚えているのね。聞いて、今とても混乱しているわよね。自分が誰でなぜここにいるのか、これからどうすればいいのかわからない。私を知っている気がするけど信用していいかわからない。でもこれらは重要じゃない。重要なのは私は君を一人この宇宙ステーションに残して立ち去ること。だから今からはもう過去のことを考えたり自分を疑ったりする必要はないわ。聞いて、これから君は数えきれないほど危険な目にあって恐ろしい状況に身を置くことになる。でも美しい出来事にもたくさん出会うわ。家族のような仲間を持ち、夢の中でも体験できないような冒険をする。旅の終わりには君を悩ませてきた全ての謎が解き明かされるの。これがエリオの予見、そして君がたどり着く未来よ。気に入ったかしら。それでいいわ。聞いて、今の気持ちを忘れないで。心に決めたことに従えば必ず物語の結末にたどり着けるわ。私は君のそういうところが好きなの。もういいでしょ。脚本によれば請求列車の人たちがもうすぐ来る。私たちは彼らと遭遇すべきではない。わかってるわ銀狼。もう少し、もう少しだけよ。もう時間みたい。私は行くわ。聞いて、すぐに誰かが見つけてくれるから彼らについていくといいわ。君は私以外のすべてを忘れる。選択の機会があるときに自分が後悔するようなことはしちゃダメよ。このものの座標は
宇宙ステーションから発信されたものじゃない。こんな時にまだそんなこと気にしてるの？うちらの目の前にいるのは生きた人間、これだけは間違いないでしょ。心拍、脈拍ともに弱いな。美月、人工呼吸の準備を。え、うちが？うちは経験不足だから炭鉱がやってよ。待って、起きたよ。大丈夫？うちの声は聞こえる？自分の名前は覚えてる？それは相当まずいね。頑張って思い出せない？あんたの名前は。よろしく頼む。俺は炭鉱、こっちは美月なのかだ。この宇宙ステーションは反物質レギオンの襲撃に遭い、俺たちはアスター所長の依頼を受けて救援に来たんだ。主制御部分に戻るんだ。アスター所長と避難した研究員がそこにいる。請求列車も近くに止まってるよ。だからモンスターの襲撃は心配しないで、うちらがこのピンチを解決するから。うちと炭鉱は請求列車の乗員だよ、よろしくね。列車とミス・ヘルタは親交がある。だから俺たちは時折ここに少し止まるんだ。もし何か問題が起きれば正義の列車組が必ず手を差し伸べるんだよ。え、見たことないの？たまに宇宙ステーションに列車が来てるでしょ。神秘的な列車で開拓のアイウォーンの力を宿している。宇宙を渡り歩くことができるものだ。主制御部分に戻ったら見せてあげるよ。お前は美月と一緒に行け。防衛課のアーランとの連絡がこの付近で途絶えた。俺は彼を探して連れ戻す。そっか、分かった。気をつけてね。そうだ、これを渡しとくね。レギオンは宇宙ステーションで好き放題してるから、退路も安全とは言い切れない。護身用に武器は持っておいた方が安心でしょ。ただのアドバイスだよ。大丈夫、あんたにはうちがついてるから。珍しいものがたくさんあるでしょ。これらはいわゆる器物。ヘルタはこういうものを集めるだけ集めて使わないんだ。だからどれも埃をかぶってるの。意味わかんないよね。もう見てないで。ほら行くよ。
うちに出くわすなんてついてないね。うちがいるんだから負けないよ。即決で行こう。あんたの番だよ。痛くも痒くもない。逃がさない。いや、始めようか。真ん中のエレベーターから下に降りて主制御部分を目指そう。道は知ってる？あれ、そういえばあんた宇宙ステーションの制服を着てないけど、本当にここの人なの？まあいいよ、もう聞かないよ。行こう、うちが無事に送ってあげるから。動かないでね。今祝福してあげるから。真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。ルールは破るためにある。楽にしてあげる。うちの出番。即戦即決で行こう。やっ。逃がさない。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。
ム？エレベーター壊れてるみたい。ボタンが反応しないの。ここに万能な炭鉱先生がいればよかったのに。炭鉱はね、不思議なことをたくさん知ってて、エレベーターも直せる。それは俺でも無理だ。なんでここにいるの？どうしてうちらより早いの？別の通路を通って一つ上の階から来た。ちょうど監視室からお前たちが見えたんだ。アーランは監視室にいた。少し負傷していたが命に別状はない。見つけたんだね。アーランはこのエレベーターの動かし方を知ってるかな？防衛課の責任者だから知っているだろう。じゃあ彼と合流しよう。争いに意味はない。うちってばなかなかやるじゃん。始めようか。くらえ！どけ。騒ぎを起こしたくはない。せい！はっ！うちの出番！いや！即戦即決で行こう。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。貴様たちは仲間なのか？そうだよ。うちもこの人も請求列車の乗員だから安心して。ああ、ミス・ヘルタが支援に来るよう要請したのか？ただの偶然だ。ミス・ヘルタが列車に依頼した遺物を入手したため、約束通り届けに戻ってきたに過ぎない。それがまさか襲撃現場に出くわすとはな。なんで反物質レギオンに目をつけられたの？あいつら宇宙ステーションをターゲットにしてて、星の地表には全く興味なさそうだけど。俺にも見当がつかない。レギオンの到来は不審な点が多い。ステーション内の防衛システムが突然ダウンし、しばらくしたら奴らが現れたんだ。お嬢様、アスター所長はまず人員を避難させ、俺は避難者の援護を任された。だが最後に油断してしまってな。自分を責めるな。お前は足と利き手を負傷している。ここに身を隠してレギオンとの交戦を避けたのは十分に冷静な判断だ。そうそう、ほとんどの人は避難したし、今の課題は主制御部分に戻って反撃することだよ。だからそのエレベーターの使い方知ってる？起動できないんだよね。避難完了後、レギオンに主制御部分へ攻め込まれるのを防ぐため、エレベーターの権限は一時的に遮断されたんだ。
アスターお嬢様から俺を探すよう依頼された時、解除用の暗号キーを渡されなかったか。確かカードを1枚渡されたような。美月、どこにしまったか忘れちゃった。おい、あった、あった。お前というやつは。キーが見つかったのなら行動を開始しよう。エレベーターの権限はあっちにある操作台で解除できる。行くぞ。待て、最上層のエレベーターの入り口だけ起動させた。そこから行くぞ。レギオンがエレベーターを使って主制御部分に侵入することは絶対に避けなければならない。俺はカインの安全を最優先する必要がある。だから貴様らには少しだけ回り道してもらう。苦労をかけるな。貴様らってどういうこと？アーランは一緒じゃないの？俺は思うように動けない。貴様らの足を引っ張ってしまうだろう。俺はここに残ってそっちが無事に到着した後に再度権限を封じる。その心配は必要ない。エレベーターの権限は主制御部分からでも操作できるのだろう。そうだよ、うちら二人でここまで来れたんだから。それに炭鉱もいるんだし、そこまでしなくても大丈夫。半物質レギオンはうちらに任せて、アーランは自分のことだけに集中すればいいよ。ありがとう。破るためにある。いや、即戦即決で行こう。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。閉まっている。ああ、これで多少は敵を足止めできる。Huh!
たっ、うちってばなかなかやるじゃん。生死虚実、一年のマナリ、同天剣家超無一角、ふっはっ、ほら始めようか。しかないやつだよね。いや、光炎水はガーデンオブリコレクションの技術だ。記憶を身につけることができるため、かなりの力を持つ強化型の器物だと言われている。カンパニーが大金を支払って利用権を購入したらしいが、ヘルタはどうやってこれを手に入れたのか。これら光炎水の入手先はどれも真っ当だ。だが俺の口からはここまでしか言えない。とりあえず身につけてみろ、戦いの役に立つ。敵に遭遇しなかったね。下手に動くな。即戦即決で行こう。意味はない。チェイハッ、逃がさない。真面目に行こっか。
うちのとっておきを食らえ。動かないでね。今祝福してあげるから。始めようか。今だ。ルールは破るためにある。一撃で沈める。生死虚実、一年の間なり、同天元気、超無一角。ふっ、はっ。いや、殴ったね。うちに出くわすなんてついてないね。うちがいるんだから負けないよ。即戦即決で行こう。あんたの番だよ。はっ、せっ、はっ。ちょっと負けたからって仲間を呼ぶのはずるくない？行くぞ。毎度こんなスリルを味わうなんて。まあ帰ってこられたし、結果オーライね。美月ちゃん、タンコ、お疲れ様。姫子、もっと早く来て。最後に相手した半物質レギオンはバッタみたいだったんだよ。うちは弓を使ってるし、すごく苦労したんだからね。早く来ても意味がないわよ。私のレールガンなら確かに一掃できるけど、ヘルタが戻ってきて宇宙ステーションの現状を見たら絶対に私を責めるでしょ。大丈夫？アーラン、アスターが心配していたわよ。大した怪我じゃない。傷口に包帯を巻けばいい。感謝する。俺は先にアスター所長に状況を報告しに行く。じゃあな。はじめまして、私は姫子、請求列車のナビゲーターよ。つまり列車の全行動は姫子の言う通りってこと。ここまで来る間、美月ちゃんに迷惑をかけられなかった？あんた、ちゃんと考えてから答えてよね。それがうちの性格なの。今回は騒ぎを起こさなかったし、慣れればいいんだよ。ほら、炭鉱は慣れてるよね。俺には黙秘権がある。若者はすぐに打ち解けるわね。あんたたちもう仲良くなってるじゃない。行くわよ。アスターがあんたたちを心配してるわ。当社レーダー追跡は正常。テレメトリ信号の周波数は高いわ。平均水準を必ず維持して。予測によるとレギオンの攻撃は10倍以上ある。みんな持ちこたえるのよ。アスター所長、戻ったよ。はあ、みんな無事ならよかった。アーランもさっき戻ってきて収容部分でのことを教えてくれたわ。それに彼の傷、あなたたちが助けてくれたおかげね。災害発生時、ステーションの最も貴重な資産はスタッフであることを身をもって実感するわ。不測の事態への備えがあまりにも不十分だった。セキュリティや戦闘員の育成もおろそかだったわ。でもあなたたち請求列車の乗員はみんな非凡な能力がある。今の宇宙ステーションの状況はどうだ？今のところ状況はコントロールできているわ。
セキュリティシステムの被害は軽微で、侵入者もほんの一部のコアデータを書き換えただけだから修復は簡単だった。潜在的なリスクはスタッフたちにあるわ。彼らはミス・ヘルタをとても信頼していて、宇宙ステーションがレギオンに制圧されるなんて考えもしていなかったのよ。肉体的な傷よりも精神的なパニックの方が恐ろしいでしょ。私たちがスタッフと話してみるわ。こんな時に宇宙ステーション内で再び予想外のことが起きるなんて誰も望んでいないもの。ヘルタには連絡した？何回もメールを出したけど音沙汰なしよ。姫子さんも彼女のことをよく知っているでしょ。宇宙ステーションは彼女の追従者と器物の倉庫でしかないわ。全く気にかけていないの。思った通りね。大丈夫、私の方からもヘルタにメールを送るわ。彼女が欲しがっていた器物を持ってきたってね。これなら彼女を引きつけることができるでしょ。それはとても助かるわ。